岡本圭は日本のローカルタレント。主に福岡県で活動する。岡山県津山市出身。血液型は O 型。愛称はおっかー、岡本先生。なお、岡本先生は実際は岡本圭が扮しているが、別人の設定。津山市立東中学校、岡山県立津山高等学校卒業。中学時代は卓球少年。高校1年の時にいきなり男子クラスとなり、本人曰く暗い青春時代を過ごす。北九州大学卒業後、プロミュージシャンを目指し上京。アルバイトをしながら生活していたが30歳になり、音楽への道を断念し、大学生時代に過ごした福岡へ戻る。1999年、サラリーマンとして就職する予定だったが、どうも新人リポーターオーディションに合格し、30歳にして遅咲きのデビューとなった。どうも番組内で知り合った一般の女性と結婚し、結婚報告も番組内で行った。その後、番組で車を購入などといった企画があった。どうも前略、道路の上よりという岡本圭の愛車ランディ号で走りまくるというコーナーがあり DVD 化もされている。ABC、岡本圭どうも九州朝日放送。KBC 九州朝日放送。2018年6月25日閲覧。NHK 福岡放送局福岡発。地域ドラマ NHK 北九州放送局開局80周年記念から親父バトル。キャスト。NHK 福岡放送局。2018年6月26日閲覧。NHK 福岡放送局福岡発地域ドラマ親父バトル。から、NHK オンライン、NHK 福岡放送局、2018年6月26日閲覧、どうもラジオ KBC 九州朝日放送、KBC 九州朝日放送、2018年6月26日閲覧、ありがとうございます。